開始だ。なったね。
私だ。犯人探しは順調かな？そうか。茅場も犯人ではなかったか。では次のターゲットを教えよう。なぜそんなことを聞く？なるほど。私の情報の真偽を疑い始めたようだ。私と直接会って話がしたい。そうでなければ信用できないと言い出した。君は信用に値する優秀なハッカーに見える。いいだろう。直接会うとしよう。それでは明日エデンのオープンスペースで待ってる。正体のわからないハッカーの裏を書くにはどうすればいいかって？そりゃ待ち伏せして罠を張るのが一番だろ。基本中の基本。
いやあ、随分と早い到着だな。先手を取っておいて正解だったよ。君が優秀なことは知っている。しかし私の裏をかくつもりならやめた方が。俺は忠告だ。私も未来のビジネスパートナーを失いたくないのでね。だが用心深いこと自体は悪くない。むしろハッカーとして交渉相手として歓迎すべき利点だ。よって君は信頼するに足る人間だと判断した。おめでとう、合格だよ。これはそのお祝いだ。君を伝説の始まりに招待しよう。約束の時間にこの場所を訪れたまえ。今度はそのアクラの仮面を持ってね。ではまた。
Thank you.
初めての周回参加が悪魔生誕祭なんだ。いいね、メモリアルだね。ときめいちゃうね。教えてあげるよ。あの方は巨大組織ザクソンの幹部でありながら我らデモンズの主にしてお先、ハッカー界のリアルスタージミケン、略してジミケンさんだ。やっほー。OK! Please listen, my devil's voice! 本日は悪魔による悪魔のための悪魔的なフェスティバル!悪魔生誕祭にお越しいただきまして誠にありがとうございます。フフッ、俺っちはオーディエンスとかガンガン煽ってくスタイルなんで、サッカーサッカーよ、フランス、シッ、クッ、ネッ、フワーハハッ、伝わる?このフィーム。これまで地味に悪魔的活動を検討
It's joke! こっからマジで決めるぜ。いいかお前ら、俺たちは今日この日からクソザクソン参加のクソハッカーじゃねえ。てめえの父か、クソくれザクソンの他に出でもねえ。俺たちは最高にクールで最強にロックだ。超絶にその名を称えよう。我らはデモンズ悪魔よ力を。 We are Demons! デモンズ爆弾おめでとう。 We are Demons! そうか、 K っていう謎のハッカーがお前のアカウントを買った犯人の情報をくれていて、そいつの一方的な誘いでデモンズのアジトに行ったら仲間だと勘違いされてザクソンをスパイするように命じられたと。はあ、なるほどなるほどね。ってアホか、そんな 100% 罠丸出しなところに一人で行ってんじゃねえよ。どうせそんなことだろうと思っていた。これからは隠したりせず何でも話せ。でどうするよユージ、まさか本当にこいつにスパイさせるわけじゃないんだろ。ひとまずユーゴかフェイの耳に入れておく必要があるだろうな。お前は俺と来い。ザクソンフォーラムに行く。ちとせお前は。はいはい、 K の調査しよう。分かってるって。こっちは任せな。
もフェイも不在のようだな。仕方ない、探しに行くぞ。ここにいないということは、おそらくクーロンの見回りに出ているんだろう。フーディエがザクソンに敵対したと誤解されたくない。スパイの件は早めに知らせておいた方がいい。二手に分かれるぞ。ユーゴかフェイを見つけたら連絡しろ。Thank you.
さあ、行こう。なんとかなったね。さあ、行こう。なんとかなったね。さあ、行こう。なんとかなったね。はっ、開始だ。いっけー。みんなのおかげだよ。みんなのおかげだよ。開始だ。
みんなのおかげだよ。みんなのおかげだよ。みんなのおかげだよ。なったね。やられちゃいな。なんとかなったね。Thank you.
こう。なったね。危ねえな、気をつけろ。どうした？まるで幽霊でも見たって顔なんてな。冗談だよ。ったく、最近そんな話ばっかりで参るぞ。その服、ひょっとしてお前龍神とこのハッカーか？知り合いっていうか名前を知ってるだけさ。あいつら有名だから。元柔道だし。おいおい、仲間のくせに柔道のことも知らねえのかね。あいつら昔のことは何にも話してねえんだな。
柔道のことが知りたい？いいぜ、教えてやっても。まあ俺も人から聞いた話くらいしか知らねえけど、そのくらいでよければ話してやる。俺も最近のあいつらのこと聞きたいしな。いや、何でも来いよ。歩きながら話そうぜ。案外大したことなかったな。
Thank you.
仕方ねえな。このまま突っ走れ。ようやく終わった。お疲れさん。オタク、ハッカーになったのは最低。だるいと思ったぜ。雰囲気もそうだが、何よりデジモンプログラムを持ってるからな。フーディーの奴らもそいつを使ってるのか。へえ、まだ昔と同じロートルなやり方にこだわってるのかと思ってたぜ。いつの間にかザクソンの傘下にも入っちまうし。おっと、悪い。柔道の話だったよな。柔道が活動していたのは数年前のことだ。その頃はまだデジタルモンスターなんてもの。ハッカーは自分たちで作った独自のツールを使ってハッキングをしていたんだ。その中でも
最も規模が大きかったのが、リーダーの名前くらい聞いたことあんだろ。真田新っつうんだけど。ま、いいけどよ。ジュードは規模もでかかったが、何より一人一人の技術力が高いチームだった。そいつらの中でナンバー2を張っていたのが、お前んとこのリーダーのミシン。真田新っつうのは技術はあっても、まあ無茶するやつだったみたいだぞ。リュウジが補佐官としてやつをフォローしていたんだ。実の兄貴みたいな感じでさ。ナンバー3は今井千歳。こいつも知ってるよな。昔から人当たりが良くて、でけえチームの摩擦を軽減する緩衝材みたいな存在だった。軽そうに見えて、人のことをよく見ているやつでさ、あいつが間に入ればどんないざこざでも大抵解決しちまった。他にも独自のマルウェアを構築できるハッカーが何人もいて、つまり柔道は生産性、機動力、どれをとっても最高のチームだったってわけだ。だが柔道をレジェンドたらしめていたのは、あいつらには信念があったんだ。明確なルールがあったわけじゃ、誰一人ハッキングを悪用しようとはしなかった。あくまでも自分たちの技術を高めるため、好奇心を満たすためにあいつらは行動していたんだ。アンダーゼルもそんなあいつらだからこそ突破できたって俺は思うぜ。聞いたことねえか、アンダーゼロ。エデン創世記から存在するコアサーバーで、これまでのエデンに刻まれた全てのログデータが保存されている。つまり事実上エデンの最高峰セキュリティの要塞。そこを落とせば、ジュードは名実ともにエデンで最強のチームになれた。なれるはずだった。あそこであんな奴が現れたりしなきゃ。なんでもねえ。ともかくジュードはそのアンダーゼロ攻略に失敗して、そのまま解散しちまったってわけ。なあ、次はオタクが教えてくれよ。最近のあいつらの。ちっ、またこいつかよ。邪魔してくれやがって。倒すぞ。こいつは放っておくとやべえんだ。オタク、ルーディエならちょっとは使えるんだよな。そりゃよかった。じゃあ当てにさせてもらうぜ。大丈夫、俺に任せな。ようやく終わったか。お疲れさ。なんとかなったな。クーロンでこいつの音
肝が冷えるぜ。前にもこいつに襲われたことがあってさ、キスエドって神城の研究員が言うには、この化け物あっちで起きている怪現象と関係があるみたいなんだ。お、あのおっさんのこと知って、あちこちに現れんだな、あいつ。優れた科学者。相変わらず爪が甘いな、お前は。リュウジ、悪い。助かったぜ。勘違いするな。お前を助けたわけじゃない。何を油売っているんだ。ユーゴとフェイは見つかったのか。嫌がったのかよ。危ないところだったね。怪我はないぞ。ユーゴか。誰かと思うならアンさんが大変。リュウジはともかく、よう合いますな、真田新た。バラすんじゃねえよね。ま、そういうこと。俺が真田新ただ。改めてよろしくね。君が新しくフーディアに入った新人かい。うん、なるほど、いい目をしてる。それに趣味も合いそうだ。彼を紹介するためにわざわざ会いに来てくれたのか。いや、報告があってきた。ユーゴ、ジミー・ケンがザクソンを離反した。知っているよ。僕とフェイはその件を調べていたところ、普段のメフィストさんのアカウントがあり、あれにもデモンズが関わっていたようだね。アカウント狩りで資金を集めて一気にチームとして勢力を広げたというところだろう。調べが早いな。この件は僕たちに任せてほしい。ここで弱腰を見せれば他のハッカーチームに示しがつかない。エデンの秩序を僕たちの手で正してみせる。力で押さえつけた。え、離反するやつが出るの放っておけばいい。行動の善悪は誰かに決められるもんじゃねえだろ。それを見過ごせば誰がハッカーの暴走を阻止するんだ。誰もがかつての君たちのように己の信念だけで自分を律することができるわけ。明確な規律はどんな場所でも必要なものだと僕は思う。俺が言いたいのは、ハッカーは何者にも縛られるべきじゃないってことだ。大地、お前らのやり方は。黙っていろ、サナ。リュウジ、お前なら分かるだろ。俺たちは。もう俺たちじゃない。逃げ出したお前がエデンのハッカーを語るの。ああ、そうか。彼と理解し合えないのは残念だよ。あれだけ力のあるハッカーはそういた。ヤツの話はこれでしまいだ。ユーゴ、こいつがデモンズの面倒に巻き込まれちゃった。ジミー・ケンからザクソンの情報を探るよう命令を受けた。彼フーディアのメンバーと知らずにスパイを命じるからね。ちょうどいい。では君はそのままザクソンを二重スパイをしてほしいという意味さ。デモンズで動きがあったら僕たちに連絡してほしい。エンドスか、ユーゴハン。こいつはまだ構わないよ。エデンで顔が知られていてはスパイの意味がない。
それにフービーへの新人であれば信用もできる。ユーゴハンがそこまで言うならしっかりお勤めしなはれ。フォーラムへの出入りは自由にしてくれて構わない。これで君も今日から我らザクさんのハッカー。ハッカーの存在理由はデジモンプログラムの使役によってのみ証明される。それがエデンの秩序を守護する我ら覇気身が守護者としてふさわしい行動をしてくれることを祈っている。私はエデンの守護者だ。なん K というハッカーに心当たりが。僕は聞いたことがないよ。フェイはどうだい？バッチも死臨戦なあ。と言っても他の幹部が使おうとる下っ端のハッカー。そのハッカーがこいつの巻き込まれた面倒ごとの元だ。おそらくデモンズのハッカーだとは思う。何か情報が入ったら知らせてくれ。受けたまわった。君たちには日頃世話になっているからね。君も悪質なハッカーの犠牲者になる。それなら僕などが言葉を尽くさなくても暴走するハッカーがどれだけエデンで暮らす者を苦しめているか。真田新太が言うように、僕も根本的にハッカーは自由であるべきだと思っている。しかし自由にはたくさんの解釈があるという事実。その答えは一人一人が見つけ出すしかない。君がどんなハッカーになるのか楽しみにしているよ。近いうちに大きい仕事を頼むことになりそうだ。また連絡させてもらうよ。相変わらず話が長い野郎だ。真田から聞いたのか、重度のことを。あいつの話は信用するな。あいつはチームを守らずに逃げた男だ。力がなければ何も守れはしない。いやー、なんかすごいことになっちまったな。ハッカーたちの間じゃザクソン分裂の話で持ちきりだぜ。どこ行ってもその話ばっか。 K について何か分かったか？うん、にゃ、さっぱり。こいつはちょっと手強い相手かもしれないぜ。俺の情報網に引っかからないってことは古参のハッカーじゃないのは間違いないな。お前、あの後あいつから接触はあったのか？そっか、今は様子を見るしかねえな。病院からだ。エリカの退院許可が下りた。おお、長引かないでよかったな。迎えに行ってくる。にしても K のやつ、何のためにお前をデモンズへ呼びつけたんだろうな。今のところ K がターゲットに指名してきたシガもカヤバも犯人じゃなかったわけだし、誤った情報を提供してお前を混乱させようとしているとか。もしそうなら一体。
聞いて、あのおじさん、スウェド明美が言っていたこと、私なりに調べてみたの。君は気にならない？東京のあちこちで起こっている怪現象やデジタルウェーブ異常、それにあのイーターや新宿で私たちが遭遇したデジタルシフト、これはきっと何かとんでもないことが起こる前触れなんだよ。デジタルシフト内に入ったっていうハッカーたちの情報を集めると、高確率でイーターの目撃情報も含まれてるの。ひょっとしてデジタルシフトはイーターが原因じゃないかな。聞いたんだ、病気のこと。気にしなくていいよ、別に閉じこもってたって良くなるわけじゃないから。ああ、もうそんな顔されてたら逆に具合が悪くなるよ。もういいよ、依頼で君ザクソンの二重スパイになったんでしょ。さっさと仕事しに行きなよ。バカ、迷惑かけてごめんって。エリカ、エリカは病気なんですか？そう、形みたいにワクチンで治るんですか？治らない、私で。そっか、エリカは人間ですもんね。ない。ふん、せめて形がもっとエリカと同じことができたらいいのに。そしたらお手伝いできるのに。